浜田孝一は日本の実業家。株式会社アースインフィニティ創業者、代表取締役社長。ラジオコメンテーター。兵庫県神戸市スマック出身。父、浜田正明母、浜田千恵子6人家族の長男である。1997年より株式会社アイディックにて、節電機を販売。 2000年より株式会社ネオコーポレーションの販売代理店として照明インバーターや水銀灯の安定気灯を販売、2001年有限会社西日本ネオを設立。株式会社ネオコーポレーションの販売代理店契約を解除した後に株式会社ネオインターナショナルに組織変更しよって、 新生電気株式会社の販売代理店として基本料金の削減が可能な電子ブレーカーの販売を開始。後に新生電気株式会社の販売代理店から独立し、電子ブレーカーの製造・販売を独立して行うことで町工場を中心に顧客を獲得し、事業規模を拡大。2010年電子ブレーカーの部品部の特許取得。 2016年の電力小売全面自由化を受けて新電力事業へ参入し事業規模をさらに拡大。2020年10月16日に東京証券取引所ジャスダック市場へ上場。同年には一般社団法人日本経済団体連合会へ加盟している。ありがとうございます。